日本海の秋の味覚ベニズワイガニの初競りが今朝兵庫県香美町の香住漁港で行われました。香美町の香住漁港にずらりと並べられたベニズワイガニ、港を鮮やかな紅色に染めます。今月1日に漁が解禁されたベニズワイガニは地元では香住ガニとしてブランド化を進めていて、ふるさと納税の返礼品としても人気を集めています。台風11号の影響で昨日予定されていた初競りはなくなり1日遅れとなったものの、今朝港は初物を買い求める仲買人らで活気づいていました。水揚げは例年並みのおよそ29トンで、最高額はご祝儀相場もあり、去年と同じで1匹50万円でした。カスミガニ鮮度と選別で歌ってるんで、そこはもうしっかり継続していいものを競りに出すように心がけてます、はい、とにかく美味しいんで、どこにも負けないんで、とにかくカスミガニ食べてもらいたいです。ベニズワイガニ漁は来年5月末まで続き、11月にはズワイガニ漁も解禁されるということです。